ムーミンの皆さん、宇佐和通です。ムーパラノーマルヘッドラインニュースのお時間です。今日の見出しはこちら。 Astrophysicists propose Earth may be alive and have a mind of its own。 注目するのは3つの部分。 Astrophysicists 宇宙物理学者、 propose 提案する、 a mind of its own それ自体の意識。もう一回読んどこうかな。 Astrophysicists propose Earth may be alive and have a mind of its own。 ちょっと難しいんで2回読んどきました。宇宙物理学界、地球が生きていてそれ自体の意識を持っているかもしれないという提案をしたという意味ですね。さらに見出しっぽい感じにすると、宇宙物理学界からの提言、地球は自らの意識を持った生命体かもしれないということになるでしょうか。スピじゃないです。でしょ、スピじゃないです。見出しからいくと完全スピ、完全スピですけども、スピではないです。スピの話ですよこれ。はい。でね、これね、こういうふうに言いますよ。地球空洞説とか、あるいはフラットアースとか、主流派科学の枠組みの中での既存の科学的事実を元にすると証明できないっていう仮説は多々あります。ただし、がゆえにそれを信じてる人たちっていうのも結構多いんですよね。で、この記事で紹介されているのは、地球自体が何らかの形の生命体で、自らの意識を持っていると主張する主流派科学の枠組みの中にいる科学者グループ。ということ。生態っていうことの定義なんて、そうなんだよ。まず。まあ、ちょっと、進めさせていただきます。よくね、地球が悲鳴を上げている的な言い回しあります。で、違うんですけども、このグループ、この学者の人たちは、それがある意味事実であるっていうふうに言ってるんですよね、ニュアンスとしては。どういうことなんでしょうか。で、今回の提言は、インターナショナルジャーナルオブアストロバイオロジー、国際宇宙生物学ジャーナルみたいな専門誌に掲載された論文を通して、こういう主張があったんですけども、まず、論文の構成、いきます。バイオスフィアという言葉で、表される生命体の集団的活動が地球に何らかの影響を及ぼすのであれば、バイオスフィアに含まれる個体としてそれぞれの生物の認識が集まって、それが一つの大きな認識になり、集団的無意識になって、それに沿った行動が、集団的無意識に沿った行動をすることによって結果的に地球に変化がもたらせるっていうメカニズムを説明しようとしてるの。ちょっとスピっぽいよ、やっぱり。スピっぽい。ギリギリスピっぽくないと思う。意識って、科学的な手法で、測定できないし、重さを測ることもできないし、質量を押し量ることもできないし、気持ちってなんだよってことになるじゃん。それ、魂って一緒ってことだよね。いわゆる英語でスピリットってことで。だからスピリチュアルになっちゃうってことになっちゃう。OK。まあそれはそれで。ちょっとお聞きください。長い時間をかけて買って当然のことながらプロセスが重ねられていくわけですよ。で、個々のバイオスフィア、それぞれバイオスフィア、国に例えましょう。日本、中国、韓国、ベトナム、いろいろあります。で、そういうので中でバイオスフィアが進化して、結果として地球自体が全体的な統一した自らの意識を持つっていうことなんだよね。大小を含め全てのバイオスフィアに宿る集団的な意識が、もう、そういったものが集まって、地球全体の自意識として昇華するんじゃないかっていう考え方なんだけども。で、この論文を発表したのは、ロチェスター大学の宇宙物理学チーム。で、スードサイエンス、疑似科学っていうふうにありますよね。で、先ほど天の声スピって言ったけども、これね、疑似科学ギリギリの線に響くっていう人もいるんだよね。で、専門家チームが書いているので、そこそこの説得力があるなっていうふうに受け取られてはいるようです。で、こうしたね、理論モデルで、森林の広がり方とか、その森林の中の菌類の生育状態とか、もう説明できることは説明できるんだよね。当たり前だと思うんだよ、それは乗っかって書いてるわけだから。で、これ読んで、まず思ったのは、思い浮かんだ人がいます。グレタ・トゥーンベリーさん。彼女がフォーカスしてるのは地球温暖化による弊害だけど、で今実際の南の島の水没とか、フィレンツェでも水位が上がったりとかしてることは事実であって、温暖化とか CO2 の排出量増加っていうのも全て含めて地球がね、意識的に回ってるっていう考え方が出てくる。そうなると、そうでね、バイオスフィア、これに対してテクノスフィアっていう概念もあって、このテクノスフィアっていうのが主に人間社会ですよ。で、これもこちらで独自の進化を遂げる。そりゃそうだよね。100年前にインターネットなかったし。で、この、スマホを俺たちが持ち出したのも、
そんなに昔ではないし。でね、結局バイオスフェア対テクノスフェアっていう対立構造になってしまうのかっていうことを提言してるんだよね。でチームリーダーを務めているアダム・フランクさん博士ですけども、地球は生態であるともう定義しちゃってんだよね。そこから始まっちゃってリバースエンジニアリングみたいにしてる部分があって、で自らの意識って話になると厳密に言うならまあ違うんだっていうことを言ってます。より正確な言葉で言うなら、バイオスフェアに宿る意識に極めて近い自己保持持続システム、これずるいなと思ったんだけど、現時点で地球そのものの意識っていうものが存在するかどうかは断言はできないよ的な。難しい。でこれって哲学的じゃない。スピでもあるし、で宗教と科学って相反するって当然言われてるわけだけど、でもなんで面白いかなと思ったかというと、結構科学と宗教を融合させるような手法を科学側から試みてるような気がして結構面白かったなと思ったんですこれ、で当然のことながら人間にも集団的無意識ってあるじゃないですか。でまあそれによって行動が決定づけられるってこともあって、宗教の根本にあるのもそういうものかもしれないっていうこともあるんですよね。で今 SDGs とかって相当話題になってますよね。でタイムリーって言っちゃタイムリーですよ、なのでちょっと寄せていったかなっていう気もしないでもない、ただこれ80年代とかに同じこと言ったら完全スピだよね完全。それとさ、もうこれと対局にするところに、いや、コンピューターホログラフィックみたいな感じで、この世界っていうのは、もう AI が作り出した疑似世界で生きてる、意識だけが生きてる、もうマトリックスになるんですよ。テクノスフィア、どうなるんだろう。じゃあ今の地球からすると、テクノスフィア見ると、ちょっと人工像って入れたぐらい。そうそうそう。面白いのは、これは、今後の、話の方向性としてテクノスフィア対バイオスフィアって結構キーセンテンスになるかもしれない、これからの間テクノ側はほらバイオを置き換えてきたら、そうそうそう、そういうことだから、でバイオはバイオで持続可能、それこそ自分で続ける自ら続けていくっていうやつをあるんだとすれば、そこで圧力が生まれないわけないじゃない、だってそれ考えていくと小麦畑もテクノの側じゃない、そういうことだね。言うたらそう、その通り。バイオっぽいけど、そう。そう。これも人類によって大成功した生物でしょ、そう。それこそ遺伝子組み換えも含めてね。伊勢神宮の林とかも、あれどっちがテクノ側なんだ。テクノ側。人が植えてるから。あれテクノ側。ギリテクノ側。アマゾンはバイオ側。アマゾンはバイオ側。いい例。そう。バイオっぽいテクノ。そこを見ているとちょっと面白い。面白い。ちょっと地球を。物事の見方がちょっと変わってくるような気がする。そこまで広げて考えると、まあまあ、地球、バイオじゃなくて、テクノリガに寄ってるよっていう、受け入れてるし、それで、本当にもう、テクノポリスじゃないけどさ、地区レベルでもそうだし、一国レベルでもそうだし、人間の概念とか、その一人一人の個人の意識レベルでもそうだけど、やっぱり AI がこれだけ大きくなって、さっきもちらっと言ったけど、量子コンピューターとかって言ってるでしょ。そういう方向に動いてんじゃない、結果テクノ側に。そうですね。はい、いかがだったでしょうか。ということで、次回のムーパラノーマルヘッドラインニュースでお会いしましょう。Thanks for watching!